竹のまたまなは、米沢藩上杉家の家臣。価格は、侍組分、両家。国高は1000国、一時的に300国減放され700国。民生化で産業に明るかったため、野崎吉政らと共に、上杉王山に抜擢され、名は、安永年間の反省改革を主導した。米沢藩の上司階級である侍組分両家の、 一つ竹の又市当主の竹の又道綱の着手である竹の又元綱の子に生まれる。三歳の時に父本校が死去したため延教三年十一月十九日に祖父の家督及び治行宣告を相続した。上杉重貞の信任を得て藩の実権を握っていた森俊臣と対立し法暦七年に三百国削減され平門となる。法暦九年に わらしな昭白が茂貞の G となるが、後に、神保綱中や野ぞきよらと共に、わらしなに支持する。法歴10年に、藩の極度の財政破綻のために、藩主、上杉茂貞に、幕府への米沢藩返上を進言した。法歴11年6月に海談所奉行になり、同年8月3日、江戸画廊に昇進、翌年には300国加増され、全国に服する。 法暦13年に密かに江戸から米沢に下って、階段所、武行詰めの間に森を呼び出して殺害し、その一波を粛清するが、これを米沢藩では反省改革の始めとしている。殺害後に、千坂、芋川、もかわ、いろべと共に、重貞に森殺害の事情と政治改革の意見を重貞に報告する。 この時の改革方針は中華急武士東洋による身分格式の乱れ是正と古来のしきたりや永年金属や年功序列の重視であった。また、森時代の商業資本化合商との結合を断つことや森が売却した京都判定の買い戻し史を行い森政治を否定した。明和2年7月4日に武行に就任する。武行に就任すると米沢藩の古い有志先で 有志大将として、米沢藩の老先輩を引き受けさせていたが、森による別の商人への乗り換えで、関係の途絶えていた、江戸の豪商である、三谷三九郎との関係修復に乗り出し、これに成功する。先に武行となっていた、千坂高厚や芋川正則とは、それが合わず、明和五年には芋川が辞任している。このため、改革の主導権は、 竹の股と春のりの側近であった野崎や死が佐藤文志郎らが握った。竹の股は、離散農民の厳重や、日田や、養水の開発や、国産品推奨、森時代に一度設立されて廃止された、軍部業職復活などの地方、行政機構整備といった、農村復興政策や極端な倹約政策を進めるが、安永2年に、江戸家老、須田光主や、 武行の千坂や色べてるザネ、侍頭の芋川信力が、摩擦な一派の免職を要求した七夜騒動が起こる。この騒動で審理中は一時出資停止となったが、主君の春の利による千坂らへの厳罰で事なきを得る。安永四年に、三田により、米沢藩の三国への古い借金に一万九千両の、 再建放棄と一万千両を年5分の定理士で借用することを了承される。これにより、植樹政策での内儀購入や植え付けに対する補助金などの費用を確保する。同年に、漆、総諸閣100万本の植樹計画は、財源の回復と山間部の農村復興を目指したもので、摩擦名によって発表された。クワについては、養蚕推奨を目的としたものであり、 養蚕推奨の理由として、高畑藩を機能生産での成功を挙げている。改革の主導者であったが、先制的で取り巻きを抱え、公師混同な振る舞いも多く、また、側近政治や改革施策の中には、森平門時代の施策を踏襲したものもあった。このために反対派はまさ名を森と同類であると、みなしていた。安永9年に辞職届を出したものの、 天命2年に、皇妃の私的流用の罪や反訴、上杉謙信の記述に主演をしていたという、不経罪など11箇条の不行績を理由に隠居、及び押し込めを命じられる。本来は重罪であったが、前年の勲功が評価され、着手の竹の又厚しずなの家督相続は許可され、事業の削減も行われなかった。かつての政敵である芋川家に3年間押し込みとなり、 その後7年間は自宅で囲い入れとなる。これに加え、のぞきも隠居したことや天明の基金による財政窮防の媒への対策のために出した、滋賀広氏親の意見による諸役場の統廃合などの食産工業政策の廃止が行われ、改革はのぞきが復帰するまで一時中断した。実居中の天明六年に、長野の寝言という財政再建策に関する上昇を、 藩に提出する。完成3年には赦免されて、過労隠居に劣する。なお、のぞきの現実主義的な手法に反対する、神母綱中は、摩擦な復帰を望んだが、達成されることはなかった。また、神母綱中と、服部忠り将らによる、商人から虫の藩による掌握も、竹の又の持論と言われるが、これも採用されなかった。母所は、竹の又死母大事で、 別殿の文福茶釜の伝承が残る条件因。秘文は細い平衆による。天保七年に上杉成貞による先進の功績者への追録が行われ、竹の又は中高第一の功臣としてその背面に銀十枚が配慮された。明治四十一年に聖五位を追贈された。前述した国政団の他に布告団がある。押し込め中は重要悟る。 文部、悟るなどを執筆。後に、息子の厚綱がこれら著作を藩に献上した。田尻左辺、贈意所見伝贈補版上特使贈威年表、P25。ありがとうございます。